皆様こんばんは。1月の23日午後9時1分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日日曜日の第2部の配信を行っていきたいと思いますけれども、皆様ただいま見ていただいておりますのが、なんと私の視聴者様で、いらっしゃいます、あたりさんでございましょうかね。あたりさんという方が、なんと NFT をね、まあ、作成をして売っているということで、ここね、販売をしているということで、今日は、重要ニュースがね、特になかったので、こちらの NFT の売り場をね、紹介していきたいなというふうに思っている次第でございますので、ぜひとも皆様よろしくお願いいたします。そしてこの NFT、結構皆様ぶっちゃけ言っていいですか？びっくりします。びっくりしますから、ぜひともよろしくお願いします。で、私も購入をしました。はい。このあたりさんの NFT を購入しましたので、何を買ったのかっていうのをね、皆様にも見ていただきたいなと。で、ちょっとね、ネット環境がちょっとよろしくなくて、そうなんですよ。Wi-Fi とかのね、調子がめちゃくちゃ今家の方で悪くて、あと、ネットもなんかね、なかなか、こう、接続がしづらいような状況になっていますから、このね、あたりさんの NFT を買うのに、ほんと、3、4時間ぐらいかかっちゃって、他の方のもね、今日購入しようかなと思っていたんですけど、このあたりさんの購入をね、NFT を購入した段階でもうね、ちょっとこうね、タイムオーバー的になってしまいましたので、必ずね、まだ4名様の方の NFT を購入は私しておりませんから、必ず購入はしますのでね、ちょっとお待ちいただいてもよろしいでございましょうか。よろしくお願いいたします。で、ここ、一応ですね、私の動画のこの配信の、動画の下の方、説明欄の下の方にリンク貼っておきますので、今までご紹介した4名様と、あとはこのあたりさんの NFT のね、売り場を追加して、こうね、貼っておりますから、リンクをね、ぜひともぜひとも今回ね見ていただいて、気になる方がいるんであれば NFT ぜひとも購入をしていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。結構可愛いですよこれは。で、私も先ほど言いましたように1枚購入をいたしました。結構ね、お求めやすい価格にはなっているんじゃないかなというところで、まあ良きかな良きかなと。まあ一応読んでいきましょうか。まあ返信ありがとう。まあ私返信したんでございますね。そしたらまあ、この方のこちらご主人様が私の配信をまあよく見ていただいていると。で、ブサカワが1001匹のウサギを描く。はい。バックストリートバニーズというコレクションを展開しているあたりさんという方らしいですね。で、12月の11日から NFT アートを、始めまして、現在77作品中で約50作品をね、もうすでに売り上げていると。すごくないですか、普通に。で、これらの、いいですか、こちら、ごめんなさい、こちらのシリーズは、ホルダーへの特典を考えておりますと。で、2枚以上所持していれば、新たに展開予定のジェネレーティブコレクションをプレゼントする予定ですということですね。で、新たに展開予定のジェネレーティブコレクションは、プログラムで被らない組み合わせの画像を自動的に作成してくれるコレクションのことで、1万1匹を作成し、NFT をね、初めてまあ購入されるような方々が、まあ手を出しやすい約200円ほどで販売していく予定です。1万あたりね、かなり安かったです。私が購入したものも。ただ、ガス代とかあっちがかかって、手数料関係ですか？あれがかかって、結局ね、1枚あたり 0.003 イーサリアム、ドルベースで行くならば7ドルぐらいだったんですよ。ですけども、ちょっとそこら辺のね、まあ、フィー関係がかかりまして、結局30ドルぐらいかかっちゃったかな。それぐらいになったんでございますけども、まあ、私もね、NFT 作品っていうものを初めてこれ購入しました。初めて購入して、結構ね、どんな形で購入していけばいいのかやっぱわかんなかったので、結構勉強にもなりましたし、今後ね、本当に買うのがちょっとハマりそうなね、感じになってます。ぶっちゃけた話。いろんな、こう NFT のね、売り場をこう見ていって、あ、これ可愛いなとか面白いなと思うものを、ちょっと買い集めてみようかなと思いましたから、ちょっとね、本当にいい勉強になりました。ありがとうございます。で、後で私が何を購入したのか見ていきましょう。で、この、ジェネレーティブコレクションという1万1匹。これが、ここなんですかね。ごめんなさい。これでしょうか？これですよね。以前お話しさせていただいた1万1体の新コレクションも完成した。だから、2枚購入したら、これが1体もらえるっていうことなんですかね。これって、どうすればいいのかちょっとわかんないんですよね。だから、リアルなウサギの方は今1枚買いました。で、もう1枚ちょっと私本当に欲しいなと思っていまして、それ購入したら、これ言えばいいんですか？だからどうやってもらえる、プレゼントされるっていうことなんですけど、どうやったらもらえるのかなって、ちょっとね、本当に難しいですよ。初めてやるのはやっぱり難しいですよね。NFT って意外と購入の仕方が。だからちょっと私も試行錯誤だったんでございますけども、ちょっとここはね、もう一個購入してみて、ちょっとこうね、メールを送ってみようかなというふうに思っておる次第でございますので、よろしくお願いいたします。ぜひとも、このドット絵の方も欲しいでございますので、よろしくお願いします。で、ここね、ちょっとびっくりしますよ、皆様。言っていいですか？これね、早めに紹介してなくて逆に良かったですよね、あたりさんね。良かったなと思って、何が良かったのか、見てください。私と同じ年代の方であれば、あちら、
ミュージシャンの方で、だいぶちょっと前になるんですけど、ジュークさんって覚えてません？ジューク。なんかいましたでしょ？なんか、ゆずと似てるようなジュークさんっていたと思うんですけど、で、そのジュークさんの、ほら、アルバムのジャケットとかを書いているみつるさんっていう方覚えてらっしゃいませんか？ 326 っていう方。みつるさん。実は、あの方がこのあたりさんの NFT を購入しているんですよ。実はすごくないですか？それ。これ、すごいでしょ？あの、有名なね、まあ、イラストレーターの方ですよね、みつるさんね。当然私知ってます。ジュークっていうのは、私も、やっぱりカラオケとかで歌ってましたから、そのね、みつるさんが、実はこのあたりさんの NFT を購入しているということで、これちょっと本当にびっくりしちゃって、昨日それこそね、いただいたんですよ、この情報を。だから、あ、日曜日にやってよかったな、と思ったね、次第でございます。で、見ていきましょう。早速、どんな形なのか見ていきましょう。見ていきましょう。ちょっとね、ネット環境が悪いので、ちょっと接続が遅いかもしれませんけども、頑張って行ってくれ、ということで、行ってくれありがとうございます。ありがとうございます。行きましょう。で、今、ちょっとこれね、この方の、バックストリートバニーズという、いわゆる NFT の売り場。はい、オープンシーでございます。で、アイテムは90アイテム。そして、オーナーの方が25名。私ももう買いましたから、オーナーになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ここなんとかね、作品をいっぱい作っていただいても、本当に売れまくってくれれば、私も億万長者行くかもしれません。よろしくお願いいたします。で、もう一個ぐらい本当に買いたいなと思ってるんですよね。まあ、当然、大丈夫です。他の今まで紹介した方のもすべて私購入いたしますから、ぜひともお待ちください。何を買ったのかはまたまたご案内をいたしますのでよろしくお願いします。で、このあたりさんのこのね、バーニーでございますよ。バックストリートバーニーズでございますよ。こういった形で、はい、見てください。可愛いでしょ皆様。どうですか、このなんか憎めない顔、これいいですよね。この左側のメタって書いてますよ。メタって書いてるのかな。あとね、あと上から下に行きましょう。はい、働くみたいなね、右側の方ですよ。で、上から下行きます。カタツムリが乗っているのかなということで、で、これね、結構ね、私もう一個欲しいなと思ったのがこれ。売ってるかな、まだ。結構あのね、購入をしたものも、すべてまだこの中には載ってるんですよ。で、押していただいて、ここ押していただいてね、下にスライド、あ、で、バイナウって書いてあるので、これはまだね、購入ができるかなというところでございましょうね。で、上から下にこうやって動いているものとかがあるということで、まあ上から下ずっと行きますよ。行きましょう。まだまだ先で、これかっこいいなと思ったんですよ。この赤と青のシルエットの、うさちゃんバージョン。これちょっと見た時に、あ、この赤いやつ欲しいなと思ったんですけど、これね、売ってなかったんですよ。これがあったらね、もう完全にマジで買ってました。これは、はい。もう一枚ね、追加で買ってましたと。で、もう一個欲しいのがさっきの黄色く見たやつね。あれ、目がパチパチしているやつです。あれ欲しいなと思って。これもちょっと可愛かったんですよ。この宝石がウサちゃんの周りにブリーッとついてるやつね。これはでも売り切れてました。これ開いたらバイナウがほら出てこないので、誰かがねオーナードバイ、っていう風に書いてますから、この方がまあ持っていますよということで購入ができなかったということでございますよ。で、上から下行きましょう。はい、まだまだありますからね。こういった形ですよ。目がパチパチしてる、動いてるやついいですよね。あれ、この左側ですが微妙に目がね動いているということで、はい、こういった形でございますよ。可愛いでしょこれね。見てください。これが作品すべてでございましょうか。このね、このピンクのやつもちょっと、あ、欲しいなと思ったんですけども、やっぱり売れてしまいましてね。あ、残念だったなと。で、ビットマン TV がじゃあこの中で何を買ったのか、はい、ちょっとコネクトします。はい、ちょっとつなげましょう。今ね、400ドルぐらいまだ入っていたかな。そうそう、今日だから買おうと思っていたので、ちょっとね、こうイーサリアムも送ったわけでございますけれども、あ、こういった形出てきましたかね。行きましょう。で、開きますよ。アカウントですね。そしてプロフィールを見ていただいたらいいかなという感じ。はい、プロフィール開きました。私が何を購入したのか皆様に当然見ていただきたいと。お、どういうことなのか、何が起こっている。はい、アカウント、プロフィールですね。はい、行けますかね。はい、大丈夫です。来ました、皆様。来ました。私は、はい、この忍者ウサちゃんをね、購入したということで、今、私のコレクションの中に、はい、入っているということでございます。これ、オープンシーの中のコレクションの中に入っていると。で、これを、メタマスクの方にも表示できるようにはできるんですよね。ちょっと、やり方が難しくて、なんか、もうね、ほんとね、なんか初めてやったので、やっぱりここら辺も、慣れていかないといけないな、というふうに思っているわけでございますけど、まあ、購入する段階まで普通に行きましたから、まあ、いけるかなと、普通の方でもね。まあ、まずは、欲しい方は当然メタマスクを、ダウンロードしないといけないですからね。ここはよろしくお願いしますよ。で、そこのメタマスクの方に、イーサリアムを送っていただいてからの準備が完了ということなので、そこからオープンシーに入っていただいて、まあ、購入をするみたいな流れでございます。はい、で、自分のウォレットね、メタマスクのウォレットと繋いでいただいて、まあ、支払いをすると。で、ものすごく時間かかったのはおそらく私のお家のネット環境が悪かったせいかなというふうに思っている次第なんでございますけども、これがあると。で、ここにね、やっぱりほら、私がもう所有してますから、まあ、セルというね文字があるわけですよ。ですからもうね、金額がバレーと高くなっていったら、もう本当ね、1万円あたりも1000万ぐらいつけ
てたらちょっと考えようかなって思ってる次第です。じゃあそのためにね、ちょっと本当に2、3枚ぐらいバババってね購入していこうかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。これが、まず私がね購入した NFT、 この忍者うさちゃん、もうねこのわかります、口元のムチってした感じ、もうここわかりますよね、ムチってしてるので、これ本当に可愛いなというふうに思ってる次第でございます。あとはやっぱり目がパチパチ動いているね、あの動いているものちょっと欲しいなというふうに思っておりますから、まあもしねあの皆さんが、気になる方がいるんであれば、私がね全然あの購入してなければ、もしね気になる方がいるんであれば、あの動いてるやつね、購入してみてもね、全然大いに結構かなというふうに思いますので、よろしくお願いします。一応私はナンバー16を、購入いたしましたので、皆様でこのバニーズちゃんの、コレクションをしていきませんかということで、よろしくお願いいたします。そして行きましょう、もう一個の方見ていきましょうよ。ちょっとごめんなさいね、開きますよ。接続がめちゃくちゃ悪いんですよね、ちょっとねごめんなさいね。でここもう一つの方がこちらですね、行きます。あ、いけるかな、大丈夫でしょうか、行ってください。はい、来ました。はい、こちらがあのドットの方ですよね、おそらくねドットの方かなと思います。でこれもねなんかものすごいですよね、あれ、クリプトパンクみたいな、クリプトパンク調のねあのドットで作られたウサちゃんでございます。でアイテム数が301アイテム、やっぱこっちの方が簡単なんですかね、やっぱ作るのは。どうなんでございましょう。で、オーナーの方が今、20名様いらっしゃいました。これはプレゼント用ということでいいんですか。だから、ボリュームトレーディッドがゼロになっているのかなというふうにちょっと思うんでございます。あ、でも売られているは売られている、あ、だからプレゼント用で今20名の方には配ったということで認識でいいんですかね。だから私も2枚購入しますから、これね欲しいなと本当思います。自動でもらえるんですか、これ。どのドットがもらえるかわかんないということですかね。で2枚買わなくてもこっちだけでも購入ができますから、もしね気になる方がいるんであれば、このリンクもね一緒に、貼っておこうかなというふうに思っておりますので、ぜひともね注目をしてみてください。ここは300作品ぐらいありますからね、結構私これ気になりました、この右上の赤いやつ。なんかね私赤がね結構自分の中ではラッキーカラー的な感じなんでございます。だから結構赤調がね好きかなという感じがいたしておりますけれども、なんか可愛いですよね、こういったねいろんな種類のものこのアフロ調も楽しいなというふうにね思っているわけでございますけども、こういった形でね、ちょっとまあ2枚購入したら1枚もらえるっていうことは、まあちょっとこう楽しみなね感じがいたしますけれども、ここはまあ後でまたこうちょっとね試して他の方のもね、購入まずしていきたいなというふうに思いますので、ここはね、楽しみに、私が何を購入するのか楽しみにお待ちくださいということで、よろしくお願いいたします。結構ねまあ手数料関係が高いのでね、やっぱりこれぐらい安ければね、やっぱり買いやすいは買いやすいよねっていう感じがいたしますよね。だからまあ売る方のね、あれでございますけれども、まあ、初動をいくらに設定するのかって結構多分難しいと思うんですよ。ただ、まあ、どうでございましょうかね。あまりね、例えば、一発目から1イーサとかね、めちゃくちゃ高くしすぎると、やっぱり購入するね、ハードルがまあかなり高くはなりますから、やっぱり初めはある程度抑え気味でいった方がいいのかなというふうには私自身は思っておりましてね。購入しやすい金額でっていうのは、まあ、一つありかなと。で、やっぱりこう、噂が回ってきてね、有名な方々が購入をしたりとかすれば一気にバズる可能性ありますから、そうなった時には、金額を一気にパーンと上げてね、ここ、しかも二次流通とかしていけばさらにそこからね、入ってくるんじゃないかなというところで、ここはやっぱり初めはねなかなか価格の設定が難しいとは思うわけでございますけれども、まあいろいろねここ戦略もね練ってみるのはいいんじゃないかなというふうに思っておりますので、ここはよろしくお願いします。でこの金額がついていないのはもう配ったっていうことですかね。あーこれ欲しいな、これやっぱり、ごめんなさいちょっと上に行きますけども、金額がついているのは購入が実際できるってことですもんね。あ、そうですね。バイナウがついておりますから。だから結構ね、本当に、これはね、初めて NFT を購入するんであれば、ぶっちゃけた話、購入する手順とかもわかんない方結構いると思うんですよ。で、お求めやすい確かに金額にはなってますからね。一つ、購入をね、検討してみてはいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。まあ、可愛いね、絵でございましょう。私ももう一回見ておきましょう。コネクトしたいでございます。いけるかなということで申し訳ございませんね。なんかね、ネットがね、本当におかしいんですよね。繋がりませんね。あ、繋がりました。来たかな？あ、来ました。もう一回だけ見させてもらっていいですか？はい。可愛いウサちゃんでございます。よろしくお願いします。あ、来ました。はい。こちらでございますね。こちらでございます。はい。私が購入しているものが、ウサちゃんでございます。なんかね、本当に、ごめんなさいね。なんか、うろうろしまくって。なんかおかしいんですよね。あ、来ました。はい。こちらが私が購入した、NFT でございます。もう一個ぐらいね。やっぱり購入していこうかなというふうに思う。目がパチパチか、なんか動きがあるやつ。もしくはちょっとこうね、きらびやかなやつでもいいかなというふうに思っております。で、これも、やっぱりこうね、いろんな忍者も、ちょっとこう、背景の色がね、緑だったりとかいうのもありましたから、ちょっとね、気になるので、そこら辺もね、漁っていきたいなというふうに思いますので、本当にね、あたりさん、本当にいい作品をありがとうございました。ちょっとコレクションをねしていこうかなというふうに思っている次第でございますので、よろしくお願いいたします。2枚購入したら、これ自動でついてくるんですかね、ちょっとそこがわかんないので、もし何もなかったらまた連絡をねさせてください。よろしくお願いいたします。はい。で、何遍も言ってね申し訳ないんでございますけれども、私の動画の説明欄の下の方にね、あちら
NFT のを売っている場所は、リンクとして貼っておきますので、ぜひともね、気になる方がいるんであれば、購入をね、検討してみたら、いかがでしょうかということで、よろしくお願いいたします。はい、それでは、本日の、こちら、ご案内は以上となります。あたりさんね、いい作品作っておりますので、他の方もね、ものすごくね、いい作品を作っておりますので、購入をね、ここ、楽しみにお待ちください。私は何を購入するのか楽しみにお待ちくださいということで、よろしくお願いいたします。では、行きましょう。今日の重要ニュースは、ちょっとね、日曜日なのでありませんでした。私がちょっと気になるものがね、ですから、早速行きましょう。本日のチャートプレーキパパプーパパプーパパプーパワーよろしくお願いいたします。と一旦その前に時飛ばし。はい、それでは再開していきたいと思います。まずはチャート分析なんでございますけれども、まずはビットコイン、そしてイーサリアム、そして XDC を見ていきましょう。そして4通貨目が SFP、 そして最後締めくるのはファントム FTM でございます。ファントムを見ていきたいと思いますので、皆様ぜひともチャート分析、ビットマン TV の第2部のチャート分析楽しんでご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。レッグゴー、お願いいたします。では行きましょう。まずはこちらビットコインでございますね。行きまーす。はーい。ビットコインなんでございますけれども、今日足で見ていただいておりますね。ただいまの価格が35,700ドル付近をね、推移しているような形になっております。で、日足レベルとね、やっぱり4時間1時間とは結構全然違いまして、まず日足で見ていくとね、やっぱり大きな流れで行きますと、こちら、ちょっとごめんなさい、雲を消しておきましょうかね。見にくいのでね。まあ、広い範囲で見ていきますと、下降ウェッジをね、まあ、下割れ、した状態で、今、価格が推移をしておるような状況になっております。そして、下をね、支えるようなものが、特に移動平均線関係もないので、やっぱりここはね、下落には当然注意でございましょう。ただ、今ね、ぐっと力強く今上がってはきている、いますので、なんとかね、この下落、下降、ごめんなさい、下降ウェッジですね。ごめんなさい。下降ウェッジの、サポート付近まで、の裏タッチぐらいまではちょっとね、上がってきてほしいかなっていうふうに、つまりドルベースで行くならば、37,200ドルぐらいまで、ちょっとごめんなさい。なんか今日おかしいですね。37,200ドルぐらいまで、ぐっとね、一旦上がってきてほしいんでございますけれども、なかなかね、うまくいかないと。で、これは原因が何かと、まあ、ちょっと4時間も落とし込んで見ていきましょう。4時間もいい形になってますよね。三角持ち合いを上にブレイクしてきたはいいんでございますけれども、なかなか力強さがね、発揮できずに。ですから、今日の午前中に多分言ってたと思うんですけど、36,000ドル付近までの上昇は一旦見ていけるんじゃないんですかと。ですから、35,300ドル付近から、まあ、36,000ドルぐらいまで上がっていけるかと。で、そこを抜けていけばね、当然この下降ウェッジの裏タッチまではぐっとね、上昇が見ていけるんじゃないかなというふうに思っていたわけでございますけれども、なかなかね、うまくいかずに上髭をつけてぐっとね、落とされてきた。まあ、抑えられているような状況。ただ、4時間足レベルのMACD線を見ていただきたいんですけど、ゴールデンクロスをね、これ起こしかけているんですよ。まあ、ほぼ起こしているというふうに言っても過言ではないかなという形でございますけども、ゴールデンクロスを、まあ、起こしかけておりますので、ちょっと様相はね、良くなってきそうかなと思いきやです。思いきや、1時間足レベルを見ていただいたらはっきりわかるんでございますけども、1時間足もね、MACD線結構調子いいでしょ？右上がりに下のグラフですね。右上がりになっていますから、結構調子がいいんでございますけども、こいつです。はい、これです。雲がドゥーンです。はい。雲が真上にドゥーンってね、待ち構えていて、そこでの圧力でおそらくこれ押されているでしょうということで、やっぱりね、なかなか上値が重いような状況になってます。OK ですか？ですから、ここね、雲の中にある程度こう突入してくれば、ですから、ドルベースでいくならば、やっぱ次36,000ドル以上で、1時間足レベルを確定してくれれば、ぐっとしたね、上への上げが待っているかなというふうに思いますけれども、ここがね、まあ一体どうなっていくのか、っていうところでございましょうね。まあ、4時間足レベルでも、まあ悪くはないんですけどね、この短期の移動平均線がぐーっとね、盛り上がって上に上がってきておりますし、その上でね、このローソク足をズンズンと確定させていってますから、まあ一旦は短期的な流れで言いますと、ちょっとこう上目線がね、まあ、再開をしてきたんだ、感じがね、いたしますので、そこは期待感を寄せていきたいんですけども、やっぱりあの雲のね、1時間足レベルの、雲の兼ね合いがどうなっていくのか、やっぱりここでございましょうから、そこにはね、注意をしておきましょうということで、よろしくお願いいたします。はい。あれだけ分厚いとね、なかなか抜け切るのに、苦労はするかなと、上値をね、かなり重くするかなと思いますので、もし短期並びに FX で入りたい方がいるんであれば、まあ、ちょっと怖いですけどね、36,000ドルを明確に実践として上にブレイクしてきたら、ロングインをして、37,200ドル付近のこの裏タッチぐらいまで、まずは一旦目指していく、狙っていくみたいな形でね、見ておいてもいいかもしれません。よろしくお願いいたします。はい。まあね、日足レベルだとあまりよろしくはないで、一番あんまりよろしくないのは、やっぱりこれですよね。月足。はい。月足のMACD線が、もうデッドクロスをね、やっぱり起こしておりますから、こういった形、デッドクロスを起こしておりますので、やっぱりここがね、ちょっと嫌な感じ。月足レベルでのデッドクロスはもう何ヶ月ぶりですかっていうぐらいね、前でございますから、そこを考えていくとね、なかなか、ちょっとこうね、36,000ドルを超えたとしても入りづらいかなというふうには思う次第でございますけれども、一つね、チャレンジしていってもいいような値位置は、そこでございましょう。OK でございましょうか。まあ、そこで細かい
高いやり取りするのが嫌だと。で、騙し上げてね、押されて落ちてくるのを見るのも嫌だというふうに思う方がいるんであれば、もうなるべくならね、静観がいいかなと。そういう場合は、その場合は、このね、加工を、ウェッジの中に回帰してきてから少なくとも。で、むしろもうちょっと、この、冷やしレベルの短期の移動平均線がちょうど$37,800付近にいます。OK ですか？で、4時間足レベルの中期の移動平均線もちょうど同じぐらいに$37,600付近にいますから、まあ、$37,800を超えていければね、ある程度こう、下降ウェッジ内に回帰、そして上値がね、結構軽くなってくるんじゃないかなというところで、特に抵抗されるようなね、ものもありませんから、上にグッと、下降ウェッジの上端値を狙って、ないしは、いいですか？ないしは、このね、右上がりの黒いラインですね、ここ。この黒いラインです。はい。このラインっていうのは結構長い間ね、聞いていた、長い時間を使って作られていた、サポートラインになります。はい。トレンドの上昇トレンドのサポートラインになります。ですから、その裏タッチ付近までの上昇はね、見ていけるんじゃないかなというところで、$37,800を超えていってからの$41,000付近までの上昇。ここは、ちょっとこうね、狙い目かなというふうに思いますので、意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。はい。それでは、ビットコインは以上となります。まあ、1時間足レベルのね、雲がかなり邪魔にはなってきておりますから、ここを抜けてこないと次のフェーズに入ってこないっていうところはね、押さえておいてください。はい、次行きましょう。次はこちら行きます。行っちゃいます。ビットコインがキングなら、イーサリアムはクイーンでございます。キモお願いいたします。申し訳ございません。よろしくお願いいたします。行きまーす。はーい。イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が、$2,500付近をね、推移しているような形になっております。OK ですか？で、冷やしレベルで見ていくとね、MACD 線は右下がりで、よろしくないと、弱気相場が、まあ、続いているよという形でね、捉えておいてもいいでしょう。OK でしょうか？で、あとは、やっぱりね、これも、下降を、チャンネルを、やっぱり下に割れ込んでしまいましたので、下降チャンネルを下にずりっと割れ込んでしまいました。そして、下支えとなるラインが特にはありませんので、そういったところを加味するとビットコインがね、ぐっと落ちてくるんであれば、イーサリアムも同時に$1,700ぐらいまでブリッとね、やっぱり落ちてくる可能性がこれは強いので、そこは注意をしておきましょう。ですから、ビットコインのね、兼ね合いによるかなっていう感じも いたします。他のアルトコインも含めましてね、OK でございましょうか。で、イーサリアムが、やっぱり力強さを取り戻していくのは、このね、下降チャンネル内にもう一回回帰をしてきてから、回帰をしてくるということは、どういうことかと言いますと、この下降チャンネルのサポートラインも上にブレイク、そして、右上がりの長い間聞いていたこのトレンドラインですね。まあ、ビットコインと似てますけど、このトレンドラインも上にブレイクしてくる。そして、ここですよね。やっぱりね、史上最高値をつける前の最後の、まあ、いわゆるそこですよね。この$2,600というところが、まあ、被っていて、三つどもえ状態になっているのがちょうど今の真上なんですよ。ですから、$2,700ぐらいをもう一回付け出してきたら、ある程度今言った主要ラインというのは突破しておることでございましょうから、まあ、短期並びに FX 勢はね、ロングチャンスとして捉えておいてもいいんじゃないでしょうかというのは意識しておいてください。ただ今はやっぱり戻っては来てないので、上がってきたとしても押されて落ちてくる可能性がありますから、やっぱり回帰してからのロングインがね、推奨でございますので、ここはよろしくお願いします。はい。ビットコインが落ちてくるんであれば、さっきも言いましたけれども、$1,700付近までね、ずるっと、下落してくる可能性はまだまだ残されておりますから、そこは注意をねしておきましょう。よろしくお願いいたします。はい、次行きます。次は、こちら行きましょう。アルトコインでございますね。行きます、行きます。はい、下に行きますよ。行きます。行っちゃいます。皆様の、皆様の大好きなアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします。お願いいたします。行きまーす。はい。XDC なんでございますけれども、ただいまの価格、まあ、ジンフィンネットワークですよね。ただいまの価格が $0.0666付近をね、推移しているような形になっております。で、この通貨に関しましては、下降チャンネル、まあ、いわゆるね、下落チャンネル内にね、もう一回回帰してきちゃったんですよ。ですから、それがあまりよろしくない。そして、ここわかりますよね。この三尊を、いわゆる成立させた状態でずるっと落ちてきてますから、三尊成立からの下落チャンネル回帰ということで、やっぱりね、あまりよろしくないですね。今の状況で言うならば。ただ、ビットコインがね、やっぱり上がってくれれば、やっぱり相関性を持ってね、ぐっと上がってくるんでございましょうけれども、それにしても、やっぱりこの、下落チャンネルの上端値、ないしはこの黄色いラインですよね。サポートを何回かされているこのライン、黄色いラインでございますけども、サポート、そして上にぐっと上がってきて落ちてきた時のサポートとしては機能しておりますから、サポートラインのこの黄色いラインですよね。ここがやっぱり逆にレジスタンスとして今抵抗線にはなっているのかなというところ。そして、冷やしレベルで短期の移動平均線がずるーっと落ちてきてますから、そこも上値を重くする。つまり、3つで、ね、上値を重くするものがございますから、少なくともやっぱりこの下落チャンネルを上にもう一回ブレイクしてきてから、短期並びに FX でロングインをするんであれば検討してみるのがいいでしょうということで、よろしくお願いいたします。で、これも一緒、ビットコインがぐっと落ちてくるんであれば、まずは$0.0437付近を狙っていく。まあ、下に掘っていくような形にね、なるでしょう。この赤いラインでございますね。この赤いラインを見ていただいたら分かるように、やっぱりサポートとしては何回も機能していて、そことしてね、作られていってからの勝ち上げが起こりましたから、やっぱりこの赤いラインってのは、まあ、もともとレジスタンスされてましたからね。レジスタンスからの、
まあサポート転換ということで、まあ次水平のサポートとしては意識はされていくでしょうから、もし下に落ちてきた場合で XDC 欲しかったなという方がいるんであれば、この 0.0437 ドル付近での差し値はね、置いておいてもいいんじゃないかなと。でもしそこを割れてしまった場合、だからビットコインが3万ドルあたりをマジで狙ってくるような形でブリッと落ちてきたんであれば、いいですか、最悪割れ込んで下落チャンネルの形にもう一回チャレンジをしてくるようなね流れになるでしょうと。でドルベースで行くならばもう 0.002 ドルぐらいまでずーっとマジで、まあマジな話で落ちてくる可能性がありますから、そこは本当にね注意をしておきましょう。 OK ですか。そこまで落ちてくるということはもう上昇分すべて打ち消すような形になりますから、まあそういった意味も含めまして、まあ二分割目はここで差し値を置いてもいいんじゃないかなと。 0.0、どれぐらいでしょう、もう一回行きましょうか。 0.008 ドルぐらいですかね。ごめんなさい。0.008 ドルぐらい。うん。この上昇をすべて打ち消すレベルぐらいまで落ちてきたら、やっぱりこれは XDC に関してはね、貿易、金融関係の、まあ、金融貿易関係の通貨でございますし、あとは、あちらでございます。トラベラ.comという旅行の、いわゆる仮想通貨で決済ができるサイトがあるんですよ。そこでの決済通貨の一つとしては、採用されているんですかね。今の段階では採用されているのかなというふうに思いますので、後々のね、ことを期待して購入ね、しておいてもいいかなと。で、あと一つは、やっぱり、バイナンスさんへの上場ね、これはまだ実現はしておりませんけれども、バイナンスが先ほど言ったトラベラ.comと提携を結んでるんですよ。でそのトラベラ.comとこの XDC っていうのは、いわゆるね、まあ、あれですよ、提携を結んでいるような状況になってますから、決済手段としてね。そういったところを含めまして、バイナンスへの上場がね、密かに、期待はされている通貨でございますから、まあ、もしね、落ちてくるんであれば、現物をね、購入しておいてもいいんじゃないかなというふうに思っている次第でございます。はい、次行きましょう。次は、SFP をね、見ていきましょう。SFP でございますね。行きまーす。はーい。ごめんなさいね。上に戻りましょう。SFP、どこにいるかなということなんでございますけれども、おそらく、ここら辺にいました。行きましょう。はい。SFP なんでございますけれども、ただいまの価格が、0.74 ドル付近をね、推移しているような形になっております。で、この通貨もね、まあ、しょうがないですよね。ビットコインが下がってきておりますから、やっぱり下落、チャンネルをね、作っている、というところはもう、わかるでしょうと。で、今、ちょうど、この、一番下の赤いラインですよね。ここをちょっと反発ポイントとしてね、まあ、ぐっと上に返ってきているような状況。で、この一番下の赤いラインっていうのはやっぱりここ、うん、大幅にね下落を起こしてきた時のサポートラインとして、ある程度底値ラインとして意識されていたラインでございますから、やっぱりこの 0.60 ドル付近っていうのはやっぱり意識はね、されているところでございましょうから、ここはよろしくお願いいたします。ちょっと右側の数字がなんか2つ出てきてますね。なんかちょっと携帯がおかしいんですよね。本当にちょっとやばいかなって思っているんですけど、一応ここはね、意識をしておいてくださいよ。でもしこの赤いラインを割れ込んでしまった場合は、おそらく最安値をつけてくるような流れになるでしょうと。その際は 0.38 ドル付近を、次第2分割ポイントとしてはね、まあもし SFP が欲しかったよという方がいるんであれば、第2分割ポイントとして 0.38 ドルぐらいかな、を差し値に置いておけば、もし落ちてきた場合はうまく刺さってね反発をしてくる、ないしはちょっとこうもじもじってして相場を作り上げていく起点となる場所になる可能性もありますから、そこは一つチャンスですよというのは押さえておいてください。 OK でございましょうか。やっぱり落ちてきた時に現物を買い集めていくっていうのはね、後々の上昇を考えた場合、まあいい戦略でございましょうから、そこは意識をしておきましょう。よろしくお願いいたします。はい。でやっぱりね、短期並びに FX で勝負をかけるんであれば、この 1.05 ドル、ここを抜けていければある程度上値は軽くなりますよね。移動平均線も特に邪魔するところはないかなというふうに思いますので、 1.05 ドルを超えていければ 1.34 ドルぐらいまでの上昇がぐっと見ていけるんじゃないかなというところで、短期並びに FX で勝負をかけたい方はこのラインを抜けてから、うん、黄色いラインを抜けてから入っていった方がねいいかなと思いますので、ここは意識をしておいてください。はい。そしてごめんなさいね、今日の最後の通貨いきますよ。ファントム、うん、FTM、ファントムをね、見ていきたいというふうに思っておりますよ。行きましょう。ファクトムではなくて、ファントムですね。行きまーす。はい、こちら。行きますよ。ファントムなんでございますけれども、ただいまの価格が 2.25 ドル付近を推移しているような形になっております。で、この通貨に関しましては、実は依然として上昇チャンネル内にね、まだ推移をしているんですよ。まだ残しているような状況になりますから、OK ですか？これは、いい様相でございましょう。で、上昇チャンネルを割れ込んではいないので、もしビットコインがぐっと落ちてきたとしても、いいですか？ここ、うん、上昇チャンネルの形と、ちょうど長期の移動平均線が被ってますから、1.5 ドル付近はある程度固く意識されるんじゃないかなと。 1.5 ドル付近、 1.5 ドルから 1.53 ドル付近ですよね。ですから、もしねビットコインが落ちてきて、うん、3万ドル付近までつけてくるような動きになるときに、ちょうど 1.5 ドルぐらいをつけてくるような形になる可能性がありますから、ここでのね差し値は推奨でございましょう。これほどね強い、まあ動きをしているのはまあ珍しいでございますので、まあまあ今落ちては来ておりますけれども、上昇チャンネルをまだ守っているという状況でございますからね、ここは今後ね本当に期待していきたいね、通貨の一つ
つでございましょう、やっぱりファントムはね。ですから先ほど言いましたように、落ちてきた時のことを想定して 1.5 ドル付近での差し値は推奨でございます。で、相場感がやっぱり良くなってくるのは、ここはね、もう一時ね、逆三尊を描いていたんですけど、そこをもう否定しちゃいましたよね。ですからこれは消しておきましょう。ってなるとやっぱりね、どうでございましょうか。まあこの右上がりのねライン、はい、ありますよね。まあちょっと荒いですけれども、いきますよ。こういった形ですね、右上がりのラインですね。はい。まあ、このライン上にね、回帰する。まあ、そうですよね。このライン上に回帰してくれば、ある程度、やっぱりサポートとしては意識はされているでしょうから、このライン上で回帰してくるっていうことは、上昇チャンネルの抽選ラインを突破してくるっていうこととほぼほぼ意味は同じでございましょうから、今ぐらいのフェーズで行くならばね。ですから、抽選ラインを突破してきてから、ちょっとロングインをしてみて、4.4 ドルぐらい狙っていくような、上昇チャンネルの上端値を狙っていくような動きが出てくる可能性がありますから、抽選ラインを超えていったらね、ある程度短期並びに FX で、ロングチャンスをね、していく、ロングインをしていくっていうのが、いいんじゃないかなというふうに思いますので、短期並びに FX 勢は、抽選付近を、抽選ラインをちょっとね意識しながら立ち回っていくのがいいでしょうということで、よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の第2部の配信は以上となります。そしていきましょう。チャンネル登録者様がなんといきますと、なんと1万と500名ちょうどでございます。1万と500名様ちょうどでございます。皆様本当にありがとうございます。皆様の高評価であるとかコメント等ですね、こちらが良いのおすすめに、 YouTube 様おすすめに上げてくださいと、トップの方に上げてくださいと、そして Twitter の こちら皆様がね、やっぱりいいねボタンであるとかリツイートしていただいているおかげで、やっぱり初めて聞かれる方の間口がね広がっているんじゃないかなというところで、本当に皆様にはね感謝を申し上げたいところでございます。もし Twitter の方で、ね、フォローしていらっしゃらない方がいるんであれば、ぜひともねフォローをしていただければ大変嬉しい限りでございますので、ここも合わせてお願いいたします。はい、それでは本日の第2部の配信以上となります。明日またね、朝第1部の配信を滞りなく行っていきますので、それまで楽しみにお待ちください。それではおやすみなさい。ではバイチャッバイチャッ。